第11話、ナズナが苦手なお弁当のおかずの話。はーい、こんにちは。彩り緑のリズムギター、テンノーズナズナです。今日のお昼休みは、セリナちゃんと二人でお弁当なの。お友達と一緒にご飯を食べるのは楽しいよね。学校、ずーっとお昼休みだったらいいのにな。ナズナちゃんのお弁当は今日もおかずいっぱい。お母さんお料理大好きだからね。今日は何が入ってるの？あ、ん？嫌いなおかずでもあった？どれ？あれ？タコさん。うん。ナズナちゃん、タコさんウインナー食べられないの？食べられないわけじゃないんだけど。うん。タコさんウインナーは。タコさんウインナー。タコさんウインナーは。タコさんウインナーは？うちのお母さん、すごくタコさん可愛く作るのね。可愛く。それで、今日もこういうの。ああ、可愛い！チーズかな？何かで作った顔がついてるね。そう、そうなんだけど、その。その？こんなに可愛いと、食べる気にならなくって。ウインナー自体は平気だから、残すのも悪いし。そっか。よし！ナズナちゃんがタコさんウインナーを食べられるためには、ピカピカ。ナズナちゃん、タコさんウインナーだよ。私を食べて。タコさんが言葉を。おいしいよ。いかがですか？タコさん、ご利用くださいませ。タコさん、いつも食べてごめんね。もう私タコさんを食べたりしないから。ストップストップ。ごめん、今のは逆効果だったよ。なんでだろう。あ、ん？この目だ。目じゃないかな。目？ナズナちゃん、この目を先に食べちゃおう。うん。このつぶらな瞳がナズナちゃんを見ているからいけないんだ。セリナちゃん、まさか。こんな目は私が食べてやる。うわ、ナズナちゃん、次は君の番だ。ごめんね、セリナちゃん。え、どうしたの？私、今日ウインナー食べられない。そうか、残念。残念だけど、ナズナちゃんがそう言うならしょうがないね。ごめん。じゃあこのタコさん、私の手で葬っちゃっていいかな？セリナちゃんの手にかかるのなら、タコさんも本望なんじゃないかな。そっか、ありがとう。いただきます。今日いやタコさんみんな、明日からはお留守番でお願い。